百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のむかです。やってますか。今日は神足を手に入れるっていうビデオの2本目になります。1本目見てない人はそっち先見てください。この2本目、3本目、めっちゃいい内容になってます。今日は大事なことを2つ話そうと思ってるんですけども、キーワードはすり足なんです。すり足って聞くと、もういいよそんなの、ちっちゃい子がやるやつじゃん、初心者の時やった、もうできるからいい、できるから僕はいいですって思うと思うんだけど、今日のビデオ聞いてみてください。ちょっと考え変わるから。じゃあここでちょっと考えてほしいんだけど、今このビデオの中でやってる神足っていうのがどういう足なのか、理想の神足はどういう足なのか、ちょっと考えてみてほしいの。想像してください。ワン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 。僕が考える神足っていうのは、下半身はしっかりどっしりしてて、上半身はリラックスできてて、すぐに打てて、相手が攻めてきても自分が攻める時にも体勢がとにかく崩れない、頭の位置がぴょこぴょこしない、このまま水平移動すぐにできる、いつでも打てる、これが神足だと思うんです。じゃあここでいつもの全剣連の剣道指導要領、この中で、まあ、神足とは書いてないんだけど、神足に近い僕が今日お話ししようとするすり足がどういう風に書かれているか、ちょっと読みますね。多分ね、今すり足バカにしてる人もちょっと考え変わると思うよ。すり足いきます。足の裏で床をするような足の運び方、ここはわかるよね。じゃあ次ね、移動によって生ずる体や構えの動揺を極力少なくし、下半身を安定させ、上体の動きを自由自在にするのに有効な足の運び方。あれ、すり足ってそういう足だったの。続きます。歩み足、送り足、開き足、継ぎ足において共通して重視される足の運び方である。全てはすり足でやれって言ってるんですよ。例えば極端に言うとね、前行く時も後ろ下がる時も右も左も送り足も歩み足も斜めもそう、あとはレースターと散歩もそうだし、遠間から一歩入って打つ時の一歩もすり足で行う、日本剣道型もそうだし、僕とによる基本技稽古法も全部最初すり足でやるんです。上手い子はみんなすり足でやるから体が上下せず安定して動ける。だからそれこそが神足だって言ってるわけですよ。どう？ちょっとすり足のイメージ変わったでしょ？すり足っていうのは床から足を高く上げないようにして、するようにシュッシュッシュッという動き方。それができてない人っていうのは要するに歩いちゃってんだよね。歩いちゃってんの。すり足じゃないの。歩いてんの。だからドタバタした剣道になるんです。僕の新しい友達で、足癖悪尾くんっていう子がいるんだけど、この悪尾くんがね、何回言ってもね、このね、すり足がね、どうしてもできない。もういつもこう、ペタペタ、ペタペタ歩くんで、ペタペタじゃないんだよ、すり足だよって言ってんだけど、もうだから、どうしてもドタバタした剣道になっちゃうのね。ちょっと教えてあげて。すり足。悪尾くん、すり足。すり足だよ。すり足。すり足。すり足。じゃあ次はすり足をどういうところでやったらいいか、これをお話しします。もうね、実はもうほぼ全てなんですよ。剣道の動き全てをすり足でやるぐらいの気持ちでちょうどいいと思います。じゃあ見てください。まずはレイの後、3歩入る時ですね。すり足が上手にできてると、つま先が上に向きません。つま先が上がらないように床をするように前に進みます。つま先が上がらないのがすり足、つま先が上がってしまうのが歩いてるってことです。
遠間から一足一刀に入るとき一歩間を詰めますが、そのときにもつま先を上げないようにすり足で入ります。あ、これ上がっちゃいましたね。打突の後の送り足ですが、これもペタペタ音が鳴らないように床をするように進みます。つばぜり合いの時の足も同じです。ペタペタ歩いていてはその瞬間形が崩れて打たれてしまいます。いつも稽古でやってる切り返しこそすり足でやりましょう。もう剣道が見違えるようになりますよ。すり足、すり足、つま先を上げないように行います。1,2,3 面すべてすり足。すり足を使うことで体勢が崩れず安定した打ちができるようになります。剣道型もそうですね。例えば1本目打ち立ち、もろ手左上段から3歩で一足一刀の間合いに入るとき、ペタペタ歩くのではなくすり足で入ります。上下素振りも同じですね。みんな竹刀や木刀を振ることばかり、手ばかりに意識がいきますが、大事なのは足です。足で差がつきます。正面素振りも同じです。すり足で正面素振りをすることによって危険体の一致の感覚が身につきやすくなります。反対にすり足を使わないで素振りをしても体が安定せず頭がフラフラします。どうだった？動きが全然違うでしょ。また神足に一歩近づいた。これでいかにすり足が大事かっていうのが分かったところで、もっと細かくいきます。まだ細かく言うの？もちろんです。神足ですから。まず剣道の足っていうのは一番いい形で構えたら、ここからですよ。一歩右足を踏み出したら、踏み出したのと同じ分だけ左足をすぐ引きつけるんです。もう一回いくよ。一歩踏み出したら同じだけすぐ引きつける。踏み出したらすぐ引きつける。同じだけすぐ引きつける。だから足幅がこんななったりこんななったりこんななったりってあんまり変わらないんですね。常に一定。同じ位置。だから崩れないんです。反対にすぐ体勢が崩れちゃう人っていうのは足の幅が広くなったり狭くなったり右に行ったり左に行ったりいろいろしてるんです。これが一定じゃない。そうするとどうなるかっていうと頭の位置が上下しちゃうんだよね。上下しちゃう。だからいつも体勢が崩れちゃうんです。いつも先生に言われるよね。いつでも打てる準備をしておきなさい。これはつまり右足をすり足で出したら元の歩幅に戻るように、常に一定になるように左足もすぐに引きつけなさい。足幅は常に一定だよ。どこへ行っても常に一定の足幅でいなさい。そういうことなんだよね。ここまですり足すり足って言ってきたら、みんなそろそろもやもや疑問に思ってるかもしれません。それは店長すり足の話、基本的な話ばっかりして、俺は実際に打つ時の話をしたいんだ、踏み込み足の話、飛び込み足の話したいんだ、それもすり足でやれっていうのかい。答えはイエス、はいなんですよ。踏み込み足もすり足なの？そうなんですよ。こここそが神足になれるかなれないかの分かれ道なんです。普通みんなすり足っていうと、まあこうスッて歩くんだけどね。まあさすがに打つときは違うじゃないって思うじゃない。なんだけど、すり足ができてるこの打ちっていうのは、右足がスーって前に出ながらトンと打てるんですよ。すり足ができてないこの足っていうのは、ここから打つときにいきなり上に上がるんですよ。上に上がらない。剣道の踏み込み足っていうのは低くいかないといけないんですよ。そして最後にトン、いきなり上に上がっちゃダメなんですよ。ここもすり足のイメージでトン。だからすり足なんですよ。全てがいつも面を打つときに右足が高く上がって手元も一緒に上がってこうなっちゃう人、そういう人もう一回足見直してください。なぜならこの踏み込み足っていうのは送り足のお兄ちゃんなんです。送り足、これのお兄ちゃん、変化したもの。
ということはその1個前の送り足っていうのはすり足で行うものだ。だから踏み込み足もすり足が変化したもの、すり足が変化したもの。だから上手い人みんな右足スーッと出しながらトンと踏み込むんですよ。そういうこと。じゃあここからが今日の2つ目の大きなテーマですね。それはさっき習ったすり足、この足、この足の動きに変化をつけるってことなんですよ。変化って何？足の動きに変化って何？ってみんな思うんだけど、これは食べ物で言うと同じもんばっか食べないってことなんですよ。わかりにくいか。同じもんばっか食べない。朝起きて牛丼、昼牛丼、夜牛丼、また吉野家、これを3食とも1週間続ける、1ヶ月続ける、1年続ける、毎回牛丼、まあ、できなくはないかもしんないけど、よくはないでしょ。毎日同じもの、毎回同じもの、いずれこれは体壊します。そうじゃないですよ。人間っていうのはいろんなもの食べないといけない。ご飯も食べるし、パンも食べる、お魚も食べるし、お肉も食べる、お野菜だって食べるし、フルーツも食べる。こういうふうにいろんなものを食べる。剣道も同じ。足の使い方も同じ。いつでも同じ足じゃないんですよ。違うの？違うんですよ。これが今日の二つ目のポイント。大きく入る時もあれば、小さく入る時もあれば。具体的に言うと、30センチ入る時もあれば、3センチの時もある。大きく飛び込んで1メートルの時もあるかもしれない。こういう風に、常に変化をつける。相手が強く攻めてくるなら小さく攻める。相手がぼーっとしてて弱かったら大きく攻める。こういう風に足の動きに変化をつけることを緩急強弱って剣道では言います。そしてさらにさらに、面打ちの時の足の幅と小手打ちの時の足の幅、これみんな違うよね。みんな違うよね。足が苦手な子はこれをみんな同じ幅でやってるの。変化つけないといけない。ちょっとでいい時もあるの。なぜなら面よりも小手の方が近いから。近かったら足を同じように、面と同じように出してると、この前が詰まっちゃうわけね。足ちょっとでいい、半分でいい。面が例えば60センチ進むとしたら30センチでいい、半分でいいんです。こういう風に足の動きに変化をつける、これが今日の2つ目のテーマでした。この足使い、足さばきに緩急強弱をつけるっていうのは、ほんと剣道ではね、めちゃくちゃ上手になってくると大事になってきます。しかも、その強くとか弱くとかだけじゃなくて、速さもそう。サッと入るときもあれば、じわーっと入るときだってあるんですよ。スピードもそう。とにかくこれを一定にしない。変化をつける。変化をつける。牛丼ばっか食べない。それでは今回の2本目の神足のビデオはここまでになります。大事なこと2つお話ししました。1つ目は、すべての剣道の動きをすり足でやってみる。もう1つは、足の動きに緩急強弱をつける。大きく出るときもあれば、小さく出るときもあるよ。この変化をつけるっていうことでしたね。じゃあいよいよ神足の3本目のビデオですね。次回のビデオは、みんなやっちゃう、大人も子供も高校生も中学生も大学生も小学生もみんなやっちゃう最悪の足使いっていうのがあるんですよ。その最悪の足使いとは言っちゃうと、流れで打つ。ぜひ見てください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。